チャオ、あっちゃんです。今日12月の24日、クリスマスイブ、あっちゃん家のディナーパーティー、ちょっと準備します。今お買い物行ってきてね、買ってきた。はい、ちょっと今日はね、ちょっと贅沢、プチ贅沢、そんなめっちゃ贅沢じゃないけど、プチ贅沢、あっちゃん家のディナーです。はい、イタリア生まれの生ハムプロシュート、これね1080円やった。ちょっとね奮発しました。で、モッツァレラも北海道モッツァレラ、普通のモッツァレラ100円だから、ね、480円ぐらいで、奮発しました。はい、でカプレーゼ作りたいと思います。でトマトがね高かったの、1個でねこれね180円ぐらいのトマト、はい、まあ今それぐらいするんだよね、トマトはね。でちょっと作っていきたいと思います。量がね嫌がるんで、量が保ったら嫌がるんでね。で先にチーズを、北海道産の生モッツァレラチーズ、はい、これね、美味しそう。置いて、トマトをね、バジルがね、ないのよ。おいしい。バジルがないから、なっちゃんとね、ヒカルはね、トマトで食べられるんで、どうしようかな。もうちょっと。こんな感じにしようか。こっち置いといたら、これ4つ目置いといたのか。5つぐらい置いといたのか、量にね。下手んとこばっかりな。まあこんな感じ。で、量のところは、ここにね、こんな感じで。で、プロシュート。ね、外食したらもっとかかっちゃうやんか。だから、まあ、今回ちょっとね、うちで食べるから贅沢しました。手が滑ってむけない。美味しそう。わあ、薄い。そこ。ちょっと丸めてあげたら取りやすいでしょ。綺麗しね、おバラみたいに、お花みたいに。
トマトにひっつくとね、量が嫌がんのよ。味ついてなかったもなんかついてるとか言うね。わからんでもないけどさ、あっちゃんが昔椎茸嫌やったのに、椎茸取ったら椎茸の香りがついてるってよう言ったから。ダメでね、克服ささなあかんねんけど、なかなかね。こんな感じ。ちょっとプロシュート、プロシュート、うまく剥がれよいしょ。プロシュートはちょっとね、塩分が強くて美味しいんよ。生ハムはね、塩分ちょっと強めで美味しいんだけどね。イタリアさん美味しいよ。はい、もう一枚やそうか。よし、こんな感じで。よいしょ。でこれで完成。あとサラダ、サラダもちょっとね、盛った方が、せっかくクリスマスやのにね、ちょっと綺麗に盛り付けしましょう。サラダ買ってきたんよ、もう。よいしょ。落ちちゃった。はい、でサラダにね、ごまどれかな、オリジナルソースって書いてある、なんか知らんけど、オリジナルのドレッシングをこれで、はい、でサラダ、で、次何でしょう。まあ、とりあえず持っていきます。はい。あ、この子覚えてる。しきてる。メリークリスマス。あっちゃんです。はい。ということでね、今日はあっちゃん家の、晩ご飯、クリスマスディナー、したいと思います。鶏の丸焼き、とカプレーゼとプロシュートね、と、サラダとピッツァと、ブリーチーズで、カプレーゼはね、バジルソースかけます。とあとパン買ってきてあるね。パンをね、ここにねちょっとパンを買ってきてあるんで、これ好きな食べ。パン、なんか適当にあるから。でパン切んねやったら切るからな。はい。ね、バジルソース、オン、バジルソース、オン、オイルを塗って、ピッツァ切って、ピッツァ切って、こっち渡そうか。ここで、ピッツァ切ってください。バジルソースね。よし。で、バジルソースはもういいです。はい。で、りょうがピッツァを振ってくれてる間に、あっちゃんはブリーチーズと、ブリーチーズを切りましょう。
ブリーチーズ、おいしいの。ブリーチーズはね、これ舐めたらね、600円ぐらいだったと思うんだ。全然もう先にどうじゃない。いいよ、適当でいいよ。よいしょ。美味しいけど食べにくいよね、はい、ちょっと汚いの。これね、室温に戻すとね、どうしてもやっこくなるね。で、ちょっと小汚くなったけども、よいしょ、はい、はい、ブリーチーズ、2キュッパか200円、1キュッパかでパン売ってるんけど、ちっちゃいフランスパンしかなかったね。これを切りましょう。よいしょ、硬い。まあフランスパンだからね。これ、ピザ食べてくれるかな。鶏食べてくれるね、でも先、ということで、よいしょ、あ、硬い。ここにパンの惣菜パンあるから、それ勝手に食べてくれたいね。さっきピザ食べ、ピザ冷めたらまずいから。よいしょ、これは、マルゲリータピッツァです。うー、硬い。よいしょ、はい、ということでね、マルゲリータピッツァをいただきます。ピッツァ買うかどうか迷ってんけど、ねえね、うん、ピッツァも食べたいから、でも買っちゃえと思って。ピッツァは2キュッパやった。では、始めましょう。鶏、丸ごと1羽、食べ終わるまで、帰れませんです。家に多い。遅い。聞いとったんかい。ということでね。丸鶏いきます。映ってるかな、これ。では、食べましょう。食べないから手でいってもいいよ。お皿は、で、うん、ピッツァが美味しい。うん、生ハム美味しいですね。プレシュートやから。うん、何今、やっぱ食えるよ。怖っ。ダシ村の山崩れた。うわ、すごい地震。なん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 。いや、では、これ、それ、あ、これこれね、カルのセットな。カプレーゼ。おいしい。プレッシュできます。全部早くできる。ん？全部早くできる。これ光るの。あれ？全部早くできる。でもね、ほんまやない、フッポン。
間違えてるわ、ね、これ使って、これ使って、取っていこうか、ナイフとナイフで鍋だな、ここを出ませんね。お皿、さっきのピッツァの皿、気をつけよう。ね。はい。やんな。はい。気をつけよう。食べたいと思うよ。やっぱりコーラがうまいんやろ。それは違う。それちゃんと違って。はい、ということで、ではトリートスタートいきましょう。これはサラダを。サラダ大好きやから。サラダいきましょう。うん、あ、このドレッシング美味しい。ここにな、ガーリックパンと、ね、チーズパンと、ごまチーズパンと、ね、これ、きんぴらごぼうパン、このチーズ、きんぴらごぼうチーズパン。もしなったら食べ。ね、ガーリック。鶏さんを。なかなか俺、難しいのだけ痛いから。グロイ？グロイって言われる。トリート食べたやろ。うんうん。美味しい。そこが取りづらい。取りづらい？置く場所変えようか。美味しいな。パンと。ブリーチーズをパンにくっつけて。ブリーチーズがまた美味しいね。別に。そっか。
お上品なうちじゃないやんか。あっちはそんな、やめないか、しませんわ。ほんだ。よいしょ。持っていった。顔が一番うまいねんぞ。そうだ。うん、身の方はあんまり味ないもん。ああ、まあ確かにな。よいしょ。あとで味付けしたらいい。うん。ティッシュでつかんで食べたいんよ。あ、ひんとこは。美味しい。うん。チーズとプロシュート食べや。トマト痛いの？うん。それは17年前、福島の島の開国が始まった頃。うん、壁の修復に使ったのはまだ警戒に受けた城島が割った竹。まっすぐでしなやかな、ほんとかな、バジルソース、うん、おいしい。硬い、この硬いのは、硬いのがフランスパンの美味しさね。斜めにして、すーこれも福島らしいからチーズ、きんぴらごぼうパンと、ね、普通のチーズごまパンとどっちだ、ね、こっち、うん、チーズごま、こっちはチーズきんぴらごぼうパン、バリバリになった。うん、慣れたチーズ美味しい。ほんまにきんぴらごぼう入ってる、うん、おいしい。きんぴらごぼう入ってるきんぴらごぼうあんちゃうやん。何やってたかん、え、僕だけ、ええやん、めん、うん、ちゃんとだからきんぴらごぼう入ってへんと思われたからよ。なんでよ。これ竹ただのフランスパンまだあんで、もう鶏肉さん食べてやん。もうなんか、お腹いっぱいだけど、満足なわけだろ。
この辺。生ハム食べた、うん、美味しいね、めっちゃ、うん、めっちゃ美味しいね、この生ハム、うん、イタリアのなプロシュートで、うん、いい生ハム、味もちゃうか分かる、めっちり食べた、うん、北海道産の美味しいモッツァレラチーズ、うん、そのフランスパンの下のチーズ、ブリはめっちゃ美味しいやろ、これ美味しいや、うん、ブリは美味しい、どこのブリやろ、フランスオフランスのブリチーズでございます。ブリは癖ないからね、めっちゃ美味しいんですよ、ね。カマンベールよりもミルキーで美味しいね、うん。うちは大好きやね。ああ、お腹いっぱいなってきたな。まあ、それびっくりするだろう。頑張って食べてね。だいぶだいぶ、うん、ワインを熟成させるためのワインだ、船などにも使われる分厚い溶剤で作られている、うん、鳥さんがねパサパサで、あ、詰まりそう、糸の用の水を止めるにはうってつけ、でもハードル高くないこれ、行くだけ行ってみますか、やっぱりケンタッキーみたいな問題ない、うん、ケンタッキーだ、うん、何が、うん、味付いてへんし、あ、良くない、ケンタッキーの方が良かった、まあ、安いからね、ラムの丸鶏、690円、安いんだ味、確かに、あの味が染みてない、うん、これ何年か前、去年か、ヒカルが丸鶏食べたいって言って、ヒカルの誕生日だっけ、何年か前買ってきた時に、あの時美味しいねって食べたのに、口が肥えちゃったね。まあね、宇田の地鶏とか食べたな。うん、味なんて、言ってる時じゃなかったの、もう、食べることにしちゃってね。こうやってさ、まあ、丸鶏は安いけど結構いっちゃった、あ、結構大きいのいっちゃったけど、まあそれはそれで、うん、悪くない、まあ、悪くないっていうか、もうそれぐらいやってもね、あの年末のことやし、クリスマスのことやし、うん、ね、あのみんなのおかげでこうやってみんないい、おいしいものを食べられるっていうのもね、子供のおかげでもあるしね、だから子供にもお返しできるのってこんな感じ、まあ、今日はあちゃん何もしてないけどさ、買ってきて並べただけだけど、うん、まあ、どっか連れて行ったのかもしれないけど、混むでしょ、また受験終わったらどっか連れて行った、変な、ね、風邪とかもうたらんし、うん、重いよね、うん、全体重量が重い、
つや、うん、向こうしたからな、片面で向こうからしたら余計問題いいじゃん。これも50キロやったらな、うん、1人25キロや、持てるよな、うん、25キロやったらじゃん、小学生で持てんじゃん、50キロぐらいやったら、まあ、持つとこ持ちにくいからな、1人では無理やろ、うん、まあ、持つ人は俺やけどさ、1人でちょっとしない、25キロぐらいだ普通持てるやろ、面倒くなっていいな、面倒くてあかんねん、これ鶏肉全部食べなあかんねん、帰られへんねん、なんでや、車に寝てもらうで、なんでやねん、いいっしょ、うん、いいよ、半分ぐらい食べたらみんなも食べる、まあ、パンとピッタと、うん、何食べるかね、ガッツリいったからかもかなけど、パンは結構黙るもんね、うん、おいしい、多分みんなもうた、うん、たんこつももうた、ほら骨に見えるって言ってなんで辛い辛いよ、涙出る、嬉しい、ありがとうございます、
うん、ここ美味しい、もものとこ。もう胸のとこパサパサやわ。部位で違う。レモン一人で作ったと思えないんだけどな。クオリティ高いよ。クオリティ高いよね。多分 M プラス1やね。これ下手したら1プラス L と思う。中いっぱいになってきたよ、マジで。ミニ四駆もしてんの？ダッシュって。できた。ベトナムだし面白いんだけどね。まあ、違う番組でも。誰も持ってんの？でもカプレーダメでしょ？持たれだよ。持たれ？味ない。パンと一緒に作ったら美味しいね。じゃあこれバジルソースつけたら。いらんじゃん。ブリヒがもう溶けて。いいやつ。ちょっとダメ。こっち行ったら安いやろ。いや、マジお腹いっぱいだわ。離れ、離せた。大きいな、大きいな、パサパサやから。口にはパサパサなんの。帰れまってんどころか食べれまってんやわ、これ。もう無理、半分ぐらい残ってるけど、鳥だけで帰れまってんねんけどやわ。食べれ、食べれまってんね。何の気どころか。何の気どころか。もう分かった、無理。明日は何しようかな、これ。明日は何しようかな、明日終わらへんねや。ね、ここにだろ。ありゃ。頑張って。もうこれしよう。いや、眠くなっていいな。はあ。ケーキやん。ケーキは別腹。ケーキ。どんなケーキやん。にゃんこのケーキ。にゃんこのケーキ。いや、違う違う。猫が食べて。猫シュン。ジャパニマンだけ。あ。あれ。その前なんか忘れてたかな。何や、ドゥ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 。まあやったやつや。ちょっと噛んでいく。
で。痛い、唇が痛いよ。テレビのやつの編集ソフト使ったら簡単に作れるのこれ、うん、できるよ。結構切んの雑に切ってあるよ。1時間も変わらないんだ。これぐらいの編集やったら、うん、あ、めっちゃコマ少ない。プレミアでできると思うで。頑張れ。うん、プレミアで頑張ってやってみ。俺が作るから。あ、唇感じた。めっちゃかっこいい。めっちゃ重たいじゃん、銃なんか。動きやばいな。うん。かっこいい。OK。7ヶ月。7ヶ月でいけんねんって、すごくね。一人のヘビ。よ、ちょっとなんか細い。遊びで難しいな。もうやばい、お腹いっぱい、うん、はい、ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯、鶏丸ごと1匹カプレーゼ、サラダフランスパン、ブリーチーズでした。あ、ピッツァでした。美味しかったです。はい、お腹いっぱいです。満足でした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯良かったな、あ、晩ご飯、今日のあっちゃんの、クリスマスディナー良かったなと思う人は評価で、あっちゃんの晩ご飯一緒に食べてみたら楽しそうやな、一緒に食べてみたいなと思う人はチャンネル登録してください。はい、ということで、動画で一緒に見てください。ありがとうございました。はい、ということで、まあ帰り待て企画すでに忘れております。無理でした。はい。ではまたね、バイバイ。